皆さんこんにちは、女流棋士の香川真央です。だんだん皆さんも動物詰将棋慣れてきたかなと思いますが、今回はトライルールの関わる問題の2問出題いたします。トライルール覚えていますか？盤の一番上のところまで逃げ切ったら王、ライオンを取っていなくてもこう勝ちとなるというルールでしたよね。ちょっとそれを念頭に置きながら今日の問題ぜひぜひ解いてみてください。それでは今日の問題です。空チーム C1 ライオン、森チーム A1 キリン、 A2 ライオン、持ち駒はありません。ここからはヒントです。さあトライルールの説明をしたんですが、トライルール忘れてはいけないのは逃げた瞬間に取り切られてはいけないということですね。無事にゴールしないといけません。例えば今このライオンが行ける一番奥の段といえばこの B の1の地点、やったトライできたと思うかもしれませんが、残念ながらこの相手のライオンに先に取られてしまいますよね。こうなってしまうと逃げ切れないので、これはトライが成立しません。ということで食べる前に食べられてしまうとね、よくありませんので、ぜひこのまま無事に逃げ切れるような一工夫を考えてみてください。それでは正解発表です。正解は B1 キリン、 C2 ライオン、 A1 ライオンまでトライが成立して勝ちとなりました。皆さん解けましたか？それでは解説いたします。さあこの問題は実は相手を詰ます問題ではなかったので、例えばビーチキリンでこうキリンで追い回すことできないではないんですけれども、追いかけていくと実は先にこう捕らえされてしまうんですね。キリンは斜め後ろ行けませんから、これは捕まえられなくて向こうの勝ちとなってしまいます。なのでちょっとその王手したいんですけれども、王手をせずにこう勝つ手段というのをやっぱりこのトライというのがありますので、それを生かしていきたい問題です。で B の位置いきなり突っ込むことができませんので、この A の位置の地点を目指すのが大事でしたね。ということでまずキリンさんで王手をします。王手は優先というか一番最優先で対応しないといけないので、こう逃げるしかないんですけれども、ここでね追いかけるのではなくて無事にトライをすることができるようになったのがこの目的でした。ということで A1 ライオンとすることで、これ王手ではないんですけれども、この時点で他の動物に取られることがないので、これで勝ちとなりました。こういうね考え方、こう詰まさなくてもこう勝ちが目の前にあるパターン結構動物勝利多いですから、これはぜひ活用していただければと思います。さあそしてもう一問出題いたしますが、その問題はこう詰みとそしてトライと両方を考えていただくようなちょっと難しい問題です。でも今までの皆さんだったらきっとできると思うので、ぜひチャレンジしてみてください。それでは次の問題です。空チーム C1 ライオン、 B1 キリン、森チーム A2 ライオン、持ち駒はゾウ・ヒヨコです。ここからはヒントです。さあ今度は動物2匹が持ち駒にあるわけなんですけれども、どういう風に使えばいいでしょうか。まず目的を考えていきたいですね。トライで勝つとすればこの
A の1の地点もしくは B の1の地点にこのライオン行けばトライになりますが、残念ながら今はどちらも取り返されてしまいます。 A の1はキリンに、そして B の1はライオンに食べられてしまうということで、なんとかこの食べ返されてしまう状況を回避するのが大事です。でそういう場合はこのキリンどいてくれないかななんていうふうに考えると、解決のヒントになってくると思います。もう一歩ぜひぜひ考えてみてください。それでは正解発表です。正解は B の2象、同じくキリンには H ライオンのトライまで、もしくは B の2象に C の2ライオンの時は C さんひよこまでの3手積みでいずれも正解となります。皆さん解けましたか？それでは解説いたします。この問題は B の2の地点に象を打てるかどうか、これに気づけるかが結構大事なポイントでしたね。これには2通りの対応があって、どちらも違う勝ち方を目指すというのが結構難しい問題だったかなと思います。象をキリンとそもそも取られて、これただなのでちょっとやりづらいですよね。なんですけれども、これ逃げるようでは当然ダメなんですが、この時にキリンが縦にずれたことに注目するのが大事でした。これによってこの A 位置の地点が他の動物の危機なくなっておりますので、これでトライが成立して見事勝ちとなるというのがこのキリンをあえて動かした大きな理由でした。ということで、その象を取ると逃げられてしまう。どうライオンと取るとライオンで取り返されて、それは先に取られた方が負けになりますので、それは大丈夫というなると、この上のところに逃げてくるしかないんですけれども、これに対してはこの最後のね、持ち駒のひよこさんをこう打って行き場がなくなって、これで即詰みとなりました。本勝利と違ってひよこで最後とどめを刺しても反則にならないんでしたよね。ということで、これはどこの動物をとっても取り返されてしまうということで即詰みとなりました。こうトライという考え方はやっぱり将棋をやっている方でもこううっかりついしてしまうような技になると思いますので、こう動物将棋好きの皆さんがね、本将棋経験者の方にこのトライを狙って勝つなんてことも一個勝ち方として有力になってきますから、ぜひぜひこういう形で狙っていただければと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。いかがでしたか？よろしければチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いいたします。さあ、ここからはですね、ちょっと難しい小手詰めも最後にご用意させていただいております。ぜひぜひ皆さんの今までの積み重ねで解いていただければと思いますので、次回以降もチャレンジしてみてください。それでは今日もありがとうございました。さようなら。